はい、皆さんこんにちは。今日はですね、バンディカムの音声設定ですね、音声が録音できないという方に、その音声どうやったら出せるのかというのをご紹介したいと思います。私もなかなかできなくて、どうやればいいんだという形で思ったんですが、それを説明していきたいと思います。まずビデオタブに合わせて、詳細設定ですね。で、ここの音声チャプターにチェックを入れて、この基本オーディオデバイスですね。ここで一生懸命私はマイクをこう、USB でつないでる、スノーボールを使ってるんですけども、これマイクで一生懸命ここマイクやってたんですけど、これで全然録音できなかったですね。で、そってできるようになったのは、これを Windows 8.1 サウンドに選択して、この追加のオーディオデバイスでマイクのスノーボールを選択する。で、これで OK ってしてやると録音できるようになりました。ぜひ皆さん参考にしてみてください。